それでは加藤選手の部屋にお邪魔してます。いらっしゃいませ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、いよいよ明日は決勝ラウンド最終戦です、はい、そして相手は鈴鹿アンリミテッドさん。どうですか心境は。そうですね、今年は本当にいっぱい試合してるなっていうのがありますし、まあ一回も勝ててないので本当に悔しい気持ちでいっぱいなの で、 そうです、ね、最後勝って逃げていきたいなと思いますすごいよね、1年やって6回目また当たって。そうですね、なかなかないことなので、ね、初めての経験ですね。こんなしかも大きな舞台でね、天国か地獄か、本当すごいよねまあでもね、監督も言ってたけど鈴鹿に勝たずに JFL に行くわけにいかないと。そうですね、まあ内容運動よりは、ね、しっかり結果で示したいなと思います。あの三重県の皆さんもきっと大注目してると思う。まあくしくもこんな大きな大会で三重ダービーができて、ね、三重県のサッカーがこれで盛り上がってくれればいいですし、 そうですね、その波に乗って僕らは上のステージに昇格したいと行きたいね思いますあのどうですか、あの連戦でずっと来ましたけど、正直なところその疲労感とかコンディションは。5連戦3連戦で今2連戦、今日が一番疲れました。あ、そうですか。はい、あの精神的にも、まあ、相手のポジションにかなり走らされた感もありますし、人数も少なかったというのもありますけど、当たってたけど走らされたよね。そうですね、2-0、3-0になった時点でもうちょっと明日に備え体力を温存してと思ったんですけど、まあ、やっぱり遠くからね、バスでたくさんの人が、はい、来てくださったので、まあ、なんとか最後まで食らいつこうっていう1点でもっていう思いはあったんですけど、まあ残念な結果でしたけど、まあ仕方ないです。まあそれをね、明日に全てをかけて、はい、そうですね、もう何も残らないように、はい、出し尽くして明日はそうですね、勝ちをつかみ取りたいなと思います。わかりました。じゃあ期待してますんで、今日はゆっくり休んで明日に備えてください。ありがとうございます。勝ってこの動画をみんなに見てもらいたいです。そうですね、はい、共に共闘ですじゃあ明日も頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。